クロスダフーとか降りてスリーバック作ってミルナとニャンが2セサイドバックの形で中盤入ってました、ミトマが両方よく開いたしい。うんだし、あの、降りていかなくてもミルナーかニャンかがそのまま残ってスリーバックがいいと思うけどね。スリーバックの一番左に,にゃんでもいいしね、左利きないし。その方がいいあのやくタスクがもう明確になって、あと、あれなんすね、フィルターも効くしね。だからね、まあ、同じように負けた試合も昨シーズンあるからな、あとはこれを、この回数を減らせるかどうかで。だから、普通に考えたら後ろのビルドアップの 枚数の作り方を変えればいいんだけどただ、デゼルビはそこ変えないから,からデゼ、デゼルビ流の修正は何になるかだよね。確かにね、3バックの方が左利きだし、奪われてさえの守備っていうのは無理かも聞きます。そうそう。で、あと、三苫とかのスペース邪魔したりしないじゃん。で、ミルナーもともと中盤だし、だグロスが1列上がるギルモアの横にミルナー入っていくでもいいし、334にしてね、ギルモアとミルナーとグロスでポイント立って、で、4のところにそのポイント立ってる3人のうちから1枚上がるとかね。 やり方いろいろあるんですけど、ただその、こういう戦術的な修正の提案とかは、当然届かないのは当然なんだけど、そういう修正をする監督じゃないから、デゼルビが。そういう配置の分かりやすい変え方はしないと思うんですよね。ってなると、でも何にも変えないってことはないだろうから、じゃあな変えるのって何になるんだろうな、みたいな感じですね。ブライトンが、まあ、立ち位置の修正してきて、 来たらあっぱれですけど、それやんない中で何、どんな修正をしてくるかっていうのは、逆に俺が知りたいかな。こういう思考の監督ってどうしてくんだろうね、みたいな。あの、解決策はないんじゃなくて、解決策はあるんだけど、それをしない監督だから、じゃあそういう監督がするような解決修正策って何だろうねって話。迂回できないからウェブスター無理して縦パス狙っちゃうこと起きてるから、一っして。うん。デゼルビービルドアップの問題点そのものを認識されてると思いますか あの、サイドバック下げてそっちの迂回経路つく、使うと、ウィングに対してのパス本数が多くなったり、ま、横パスではめられるとかなんかそういうの考えてるんですかね。認識しててやってない可能性の方が高いんですけど、それのメリットデメリットの考え方が間違ってるって僕は思ってますけどね。そのデゼルビーが考えるデメリットってメリットになるよみたいな。 でもこれでさ、ウェブスターのところは講師においてやっぱ厳しいっていうのは去年から続いてるじゃん。だからあんだけコルビィール取ろうとしたから、コルビィール取れませんでした。で、イゴールが今後どうなるかだけど、センターバックにもうちょっとお金使いましょうかっていう風になる可能性は全然あるよね。だってね、トニー・ブルームはしっかり見るし。ウェブスターのとこイゴールになってくるっていうのはあるんだけどね。だからそこの質が上がったらいいわけだから。そうだね、それだと思うな。 もう次、イゴール見れるかなって感じはね。昨シーズン最終節の、えー、ビラ戦、クロスが左サイドバックからライン下に入っていって、左肩上がりの343みたいになってました。コルウィールが左ちょっと開き気味で、ウィングバックみたいになってる三笘に繋がってたのか。次のブライトン戦、ちょっとそのままウェブスターで来るんだったら、マネジメント的なこと考えてるか、イゴールがあれでしょうし。 まだ仕上がってないってことでしょうし、次、イゴールできてうまくいってたら、まあ、イゴールでいくんだ。で、この後、センターバック補強の噂出たら、あ、改正とのお金そこ使うことになったんだ、みたいな。まあ、その辺も線で見れて面白いですね。ウェブスター良くないんだけど、ただ、ウェブスター以上かっていうと、ファンヘッケもあれだし、イゴールが仕上がってない以上も戦力がないからね。あの、いろんな媒体で言ったけど、コルビィルいないきつさっていうのは、ずっとあって、今日はそれが、いつも以上に可視化されてるだけだから、 ウェブスターが頑張ってないんだったら批判したいんだけど、みんなが分かってたことだからね、これは。は分かってるべきことっていうのかな。ああ、フェルトマンセンターバックね。あとセンターバックできたうう人誰かいるかねウェブスターのところなカイセドって結局いくらで売れたら200億ぐらいカイセドの金ですげーセンターバック連れてこれないのかな ?212 億。112億あったら1枚取れそうだけどね。アドオン込みの200いくら取るか。市場に出てるセンターバック、あ、まあ、具合やいいね。 そのことグロスはもう正直ウェブスタンするん、うん、あとはクロス対応とかその辺だよね。200億万だったら俺らに500万ぐらい欲しいよな。<laughs> ラモスか。いやー、でも 8GT とか相当落ちてるからな誰いるだろうね。ちゃんとブライトンに来そうな実力ある市場に出てる人。あー、キルマンいいね。契約延長しちゃったんだけどなーブウルーブス財政難らしいからなキルマン来たらでかいね、確かに。キルマンめっちゃいいじゃん。 ラングレーうん、でもラングレデゼルビだったら復活させてくれそうな感じはするな。キルマン、ラングレあ、すぐ、小西君、わかってる。ジュースってあれだよね。森田さんの分析してた時にいいセンターバックいたっつって、そっからずっと言ってる人だよね。でアーセナル、スポーティングの時もジュースっていいっつって。怪我ちょっと多いんだっけペースネーーはもうだスポーティング決まってるでしょ。ウティティって,て、なんかレッチーって良くなってるって聞いたね。メディナね。 メディナかイゴールかでイゴールしたでしょあとあれか。あとバルサでちょっと性格あれで。あ、ボヌッチいいじゃん。イタリア人だし。ボヌッチいけるわな。あとはプレミアそのこの年で来てどあ、トディボ、トディボ。今のところトーディボ、ボヌッチ、ラングレ、ージュステか。ボヌッチウニオンベルニ なんだプレミアできないかな有名のサッカーがあれだったけど。ビッグクラブ行きたいような選手は厳しい。ビッグクラブでいろいろ事情あって使われなくなってる実力者か。まあ、曲がりゃね。ロマニオリは出さないだろう、ラツヨが。シュクリニアルってあれパリ行ったんじゃあったけど、僕行ったんだっけパヴールもインテルでしょまあまあ、取れたとしてもなんだけど、パヴールは。スカルベニってどっか、あれ行かなかったっけデフライって今どうなってんだっけなデフライも確かにね。まあ、スリーバックの真ん中のイメージがあるんだけど。 いや、曲がりアンは、アーセナル普通に考えたら出さないよね。今、何かしらの事情で出てないだけで。曲がりアンが市場に出たら本気で狙いに行くべきですけどね。できるだけ悪いところは言いたくないから、それは厳しいかなっていう選手は読んでないんで。ごめんね、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どスぞフォでした。バイバイ。